ということで、今日初めての AT でございます。あーよかったゲボ箱はい、おはようございます。デブが厚着したらただの着膨れデブになりました。どうもマンボウです。ということで今日なんですけど、まあいつも通り来ましたって、だいぶちょっと寒くなってきたと思ったらいつの間にか12月で、年末年始ってお金かかるからちょっと今月節約しなきゃなと思ってます。はい、よいしょ、ありがとうございます。はい、抽選の方が終わりましてですね、93番目に入場していきたいと思います。まあちょっと後ろの方かなって感じではございますが、ちょっと今日 B 表会なのでまた後で着替えますけれども、はい、今月のテーマは紅白となっております。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、ここにします。最近お気に入りの場所です。はい、では北斗の拳テンションにします。今日もよろしくお願いします。おふみ TV をご覧の皆さん、レッツマンボウ、どうも草マンボウです。よろしくお願いします。今日なんですけれども、会場の方がメガコンコールド1020トヨタインター店でございます。抽選の方が8時15分からですね開始となりまして、166名様が抽選の方に参加されまして、私93番とかいう、若干後ろの方かなっていう感じの番号でございましたが、なんとか狙い台は取れました。はい、9時オープンで私が取った台なんですけども、北斗の拳テンション、はい、最近ハマって6号機こちらから行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日はですね、BB オフ会となっておりまして、オフミートはユーザー主導のツレスロオフ会となっております。で、今日 BB ちゃん祭のツレスロオフ会に、私草マンボウが遊びに来ちゃいましたということになってます。埋まった台なんですけれども、もう打ち納め入ってきたかな。はい、バジリスク絆モンハン月下、はい、ハーデス、まあ、こちらの3機種が12月でですね、お疲れ様でしたということになるということでですね、はい、こちらの3機種が、埋まるの早かったかなという感じでございます。で、他にもですね、セイントセイヤ火曜覚醒、あとはサラリーマン番長、あと今日結構番長3かな、はい、狙ってる方も多かったと思います。で、あとはですね、まあ、3大4大機種、はい、マジハロとかマサムネ2とか、ウレカ AO とかも、しっかり埋まってのスタートになっておりますので、よろしくお願いいたします。で、今日のテーマなんですけれども、名前ツイッターのくす玉マンボウって今なってるんですけれども、そちらを、思いっきりエロ思考に変えようということで、はい、募集しましたところ、なんか いいのあるなとも思いつつ、はい、何個か、まあ、いただいたので、それをちょこっともじって、やりました。はい、で、一応、まあ、この後アンケートをツイッターの方でちょっとやるんですけれども、まあ、一応4つか出し候補出して、で、まあ、2時半ぐらいにだいたいやめるので私、はい、まあ、それぐらいまでに、アンケートの票が一番高かったやつにその名前をまるっと変えちゃおう、5日間限定にします、はい、というアホなことをやりたいと思います。はい、なので、全く多分名前だけパッて見たらこいつ誰みたいな、もう全くマンボウとかも入れる気ないんで実は、はい、なので、まあ、ちょっとですね、ツイッターと連動とはなりますけれども、まあ、そのアンケートの結果とかもこちらで見せつつやっていきたいと思います。サマイが、1枚でもマイナスになったら名前をエロに変えます。はい、もう完璧エロ赤と間違えられるんじゃないかなみたいな、そんな感じで今日も楽しくやっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では今日は微妙会です。今日も頑張るぞい。はい、それでは始めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今日も、北斗の拳テンションでございます。もうくしゃみがまた出そう、なんか鼻ムズムズすんだよね。あ、中押しだ。はい、こんな感じでちょっと最近打ってるので、まあ、なんとなくは分かってきたんですけれども、まあ、まだちょっと分からないこととか解析出てない部分もあるんですけど、まあ、ざっくり言うとリゼロみたいな感じです、中ざっくり。はい、まあ、2セット1セットみたいな、はい、多分ね、分かる人は分かると思う、この説明で、はい、なので、まあ、ユリカランプ
はい、ちょっと見逃さないように私も頑張ります。で、これはですね、まあ、ポイントを貯めてます。ポイントの特化ゾーンになっております。七星チャージでございます。まあ、レアや空を引いたんでちょっとポイント高い。はい、でまあ、中段チェリーとか、引くとそうすると、まあ、300ポイントとかゲットできるんですけども、まあ、そんなうまくはいかないです。あ、でも悪くねえな。はい、リプレイで50だし。で一応続く場合もあるんですが、はい、続きませんでした。で、まあ、今七星チャージで貯めたのでちょっとだけで、まあ、これを貯めると、チャンスゾーン、世紀末ゾーンかな。あとさらに、ボーナス入った時に、重要になってくる勝負玉、はい、また玉集めかよみたいな、はい、それが1個以上かな、はい、ちょっと振り分けは分かりませんが、まあ、1個はもらえます。はい、っていう感じになってます。で、あとは勝負玉、まあ、レア役とか、あとはまあ強チェだと、1個以上確実にもらえます。だからたまにちょっとレア役とかでもらえるとオーラッキーみたいな。またちょっとその勝負玉の説明はボーナス入った時にします。で、 AT 入ると、純増が今1ゲームあたり約 6.3 枚なので、まあ、AT 入るとだいぶ早いです。で、まあ、最初の100ゲームはこんな感じで、まあ、激闘ボーナス突破率上昇中とか出てます。まあ、姿勢チャージ終わった後とかに確かここ画面プッシュするとなんかしゃべるんだっけ、はい、なんかそれでモードを見れるらしいんですが、一回も今まで見たことないんでこれで見てみよう、やってみよう。はい、姿勢チャージ絶対忘れそうだけど、しかも何のセリフが何か全く分かんないしとりあえず押してみようみたいな。で、一応メタル持ちは良いでございます。はい、まあ、50枚で50ゲームぐらい回りますよっていう、まあ、結構聞いてるとそれ以上多分これも回りそうな感じがしますけど、まあ、一応ここの、会場が47枚貸しになってます。お、これか、あともうモコモコにモコモコ来てるからめちゃくちゃ暑いですなんかかといってこのモコモコの人ちょっとヒートテックで、ちょっとヒートテックにこれ来たらなんかちょっとダサいかなと思ってやめました。お、たまった。このタイミングでたまるんか。はい、やっと1000ポイントたまりました。あ、しかもなんかこれ見てるんだけど、はい、で15ゲームの間、全部の役でバトル抽選を行ってます。でレア役でチャンスって書いてあるんです。あ逆手しか引けねえな、引けなー、そろそろ。で引けたあ、引いた引いた500ゲームです。ありがとうございます。わかりました。はい、16プッシュですね。まあ、752枚です、投資。はい、702ゲームでございます。まあ、天井700なんで天井です。で、はい、ここで勝負玉使ってきます。で、子役レベルとバトルレベルがあるんですが、まあ、とにかく最初は子役レベルをがっつり上げていきたいので頑張れと願ってるんですが、はい、子役レベル4、まあまあ普通ぐらいです。はい、でバトルレベル3なんで、まあ、初回のバトル勝率が 69% になっております。で、このカットイン来たら、この友津柄狙っていただいて、まあ、1個でも、
枠内に停止するとバトルレベルのアップ抽選になってます。で、まあ、いつも通り3回連続書かなきゃいけません。1,2,3 ってあるんで参加書いてください。かゆく鼻周りがかゆくて感染してる。どうだ。で、最初に決めた子役レベル4なんで、ハズレベルでも 12% リプレイ 40% レア役 65% 強敵 99% で、勝てますというものになってます。本当かどうか知らんけど、はい、なんでリプレイ 40% これ刺さってくれてればだいぶ嬉しいです。はい、はい、ここで見れますのは確定対決でした。はい、じゃあ2回目、はい、で次のバトル勝率 65% あるので、できればちょっとパッドインとかレア役引いておくときと、なんとかちょっとバトルレベルちょっとでも上げたいんですけど、頑張りませんでした。ポンコツやん。ここで65% です、勝率、はい、頑張れー。なんか引け、リプレイでいいんだよ。さあ、なんかいつも思うんだけどな、このバトル入るのリプレイがどっか行くんだよ。あーでいく、うわー、やられやがったー。はい、特性は発話いらん。はい、で、これで終わりです。はい、うわー、やられたー。わー、 30% 引けなかったー。はい、では、お腹空いたんでご飯行きたいと思います。で、もうちょっとでポイントもたまりそうなのと、あと今のところ、まあ、勝負玉も3個あるので、まあ、もうちょっと多分増えると思うので、まあ、もうちょっと、もう一周だから、このセットだけもう一回様子見て、あとは後半は最後の最後にまたずっとジャグラー行こうかなって感じでございますので、はい、よろしくお願いします。ちょっと続き打っていきたいと思います。で、ちょっと午前中 AT ちょっと入れなかったので、まあ、後半 AT 入れるようにしたいと思います。で、まあ、ポイントがたまりそうかなっていうだけかな。特にあと設定も何もクソも分かってません。2連続かな。あとおでこの出来物がマジかゆいぐらい。じゃあこれでもうたまるわ。はい、ということでたまりましたので、正規末動でございます。気合を入れたところで、また500ゲーム超えてて、ラッキーだと言ってるレベルじゃないかな。倒せと思わ
3プッシュかな。はい、1551枚です、投資。あー、ここで D 出ないと、もうどうしたらいいか分かんない、はい、ということで507ゲームでした。はい、ビクトボーナー、あ、そろそろ危ない。もう誰にしよう、迷った時のリーグ、はい、シュラモード、もうこれで何とかしたいと思う。もうちょっと目死んでるから、あんまり行きたくない。もらった、あ、1個もらったじゃない、 V って確定か。1個どころじゃねえ、もらった。なんであんなに貯めたのにね、まあいっか。はい、ということで、今日初めての AT でございます。あー、よかった、ゲボ箱は。はい、今日一発目です、やっとなんだけど、よかった。カメラの前でゲボ吐いちゃうところでした。しつこい。請求書登録します。お願いします。はい、では、なんとか今日一発目の AT でございます。何回言うんだよ。よっぽど嬉しいんだろうね。はい。で、まあ、とりあえずもう V 出てきた時点でそういえば AT だったなと思いながら、はい、今日はですね、この AT をですね、ゆっくり5時間ぐらいじゃ堪能したいと思います。多分私寝てますね、途中で。はい、ありがとうございます。本当に申し訳ないですね。はい、ステージアップ、1500枚入れてるんで1500枚ぐらい出てくれたら、でもそんなに出ることないから、だいたいなんか700枚、800枚ぐらいでなぜか止まるっていうね。はい、まあ、激闘までステージ上がったんで、まあ、この上もあるんですけども、ね、名前忘れました。はい、まあ、激闘まで行けばまあ大丈夫かなとは勝手に思ってますので。何だっけ、激闘まで何だっけ、一番下とかでも覚えてないからね。波動激、一番下波動激闘みたい。はい、どうか、100枚突破。今日最高枚数です、100枚突破。やった、ちょっと大丈夫かな。全然来ないんだけど、終わっちゃいそうなんだけど、音消した意味でいいんじゃね。これ大丈夫。もう最後だよ。うわ、音消した意味なんだけど。危ねえ、ビビった。ちゃんと歌消したのに。歌消したのに下パネル消灯しないっていう。もうすでになんでこんなビビってんだろうってぐらい、なんかすごい不安なんだけど、大丈夫かなこれ。えい、やった、もらった、わーい。ドキドキ、えい、あ、よかった、ブルブルした、戦うのやだ。戦いすらやだよ、なんか引いた、何も引いてない、ステージアップでした。あ、激闘まで行った。はい、300枚を突破したよ。もう胃が痛いんだけど、300枚突破して胃が痛いってやばいよ。えい、時間出てこなかった。はい、ラオウちゃん、やったー、完璧。これぐらい早めに告知してくれないと困ります、ね、今後。はい、あ、よかった、はい、とりあえず400枚を超えました。見つけねえよ、うわー、無理だー、ちょっと強すぎる。あー、出た、1000枚超えないパターン、意地悪。
はい、ということで、まあ、なんとか、しっかり続いて、まあ、953枚ということでゲットしました。はい、シサ誰レイちゃんはい、で終了画面で、まあ、プッシュボタンを押すとこんな感じで、まあ、世紀末を選択してたので世紀末のキャラクターになってますが、またちょっとシュラーは別のキャラクターになるのでご自身で調べていただければと思うんですけど、まあ、一応レイが出たんでこう設定したにはなるんですが、まあ、もちろん振り分けはまだ出てないと思うので、まあ、もしかしたら全部の設定で、まあ、出ちゃうのかもしれませんが、ちょっとそればっかりはわからないので、はい、ということで、まあ、特にもうこれ以上どんだけもうちょっとゲットしたからいいかなって感じだけどね。1659ゲームか回しまして、まあ、一応3分の2取り戻したのか、はい、まあ、ちょいマイナス500枚くらいか、はい、マイナスのところでございますので、まあ、ちょっと頑張れば500枚だったらもしかしたら帰ってくるかもしれないんですけど、これちょっとこのまま続けるのはだいぶきついかなって。700回してその後また500ちょっと回ってるので、もうちょっとポンポン高設定は当たるそうなんで、私あのだからそのポンポン当たるのちょっと味わったことないんでわかんないんですけど、はい、噂によるとポンポンやっぱり初当たりというかボーナスしっかり取れる感じということなので、きちんとやめます。はい、移動します。はい、ではなんとか109枚持って、はい、ゴーゴージャグラー2の方に移動してきました。で今全部で2482ゲーム回ってて、合算146分の1ビッグ10のレギュラー7です。で325ゲームで置いてありました。グラフ見たらちょうどプラマイゼロラインかなっていうところなので、まあ、一番ちょっと合算いいので空いてたのがこちらなので、はい、ちょっとですね、まあ、あと1時間ぐらいなのでこれでなんとか生き延びたいと思います生き延びろだから、ね、たまにねチラッと覗くのが光ってます。プリパパでもねあんまゴーゴーランプ光んないんで、どっちかってプリパパはね花がよく光るんだよね。マジで光んねえのこれまた500ゲームもありそうなんだけど、何これ今日はこれ500ゲーム以上じゃないと私当たんないのかな。んかでもほんと最近の世の中って便利だなと思って、人が喋りようとすると当たると。はい、650ゲームビッグボーナスでした。元気してるやっと当たったよ。美味しいご飯屋さんかなこれなんかご飯食べに行く人みたいになってるでこういうサイトもあるんだっていうのね、この前ねちょっと友達とねなんかマチコンいいよって言われて知ったんだよね。マチコン行ったことないけどでも服ねえなと思って、ジーパンじゃいけねえし、あえてジーパンで行くかな内面を見てくださいみたいクソ笑っちゃいそう。絶対男性陣ジーパンいたら、あいつジーパン系手抜きやがってとか言うんだよ。うん、ムカつくありがとうございます文句言ったら当たるとかマジウケる。はい、206ゲームレギュラーボーナスです。あ、でもなんかいろんなのあるんだなと思ったよ私。はい、じゃあやめます。で今、結局全部で3107ゲームで94ゲームでやめたいと思います。まあ、ちょっと合算悪くなっちゃったんですけど、今164分の1
で、お隣さん114分の1なので、まあ、しっかりゴーゴージャグラー2の方にも構成点入ってるんだなっていうのが、はい、感じられましたので、私の方はちょっと残念だったんですけど、はい、エンディングでまたですね、私の結果とあと店内の状況をですね、報告させていただきますので最後まで見てください。お疲れ様でございました。ということでエンディングでございます。今日なんですけども、会場の方がメガコンコルド1020トヨタインター店でございました。はい、ビービオフ会ということでですね、突っ走って北斗の拳テンション打ったところ、午前中で AT なしで、後半ちょっと AT 頑張るぞっつって、頑張ったら1000枚ぐらい出てよっしゃーっつって、でもこれは生き延びるしかねえやってジャグラコーナーに行ったところ、最終的にですね、投資の方が1551枚かな、で回収の方が404枚というしょぼい結果になりましたので、ツイッターの名前をですね、変更するかはい、変更したいと思います。ちょっと今やっちゃおうかな。はい、つら、何がつらいって、負けた上になんか変な名前にしなきゃいけないって、この罰ゲームはちょっと二度とやめよう心が壊れますね。結局あなたのお口の恋人始めましたに変更します。はい、ということで、こちらですね、見えるかな、はい、いけたはい、あなたのお口の恋人始めましたという、もうこれちょっとフォロワーさんに募集したやつをちょっと私がいたずらしたんですけど、はい、ということで5日間これになりましたので、見かけたあなたはラッキーデイあなたはラッキーデイです、はい、ということでちょっとマイナス3枚にはなってしまいましたが、店内の状況なんですけれども、まあ、今日ビービオフ会ということで、まあ、朝からちょっとやっぱりセイントセイヤとか、まあ、AT 機しっかり、埋まってたのでスタートしました。で、セイントセイヤかな、はい、今のところはお昼も私のツイッターの方で書いたんですけど、まあ半分くらい良さそうかなっていう感じでございます。で、あとはですね、コウモンチャマが3台中今2台プラスなのかな、はい、という感じでございます。まあちょっと伸びちゃってたりするのもあると思うんですが、はい、で、あとはですね、まあ、さっきも言ったんですけど、ジャグラーコーナー、まあ、ゴーゴージャグラー2私打ってたんですけど、お隣がさんいいよっていうことでボンボンもポンポン当たってて、レギュラーもしっかり引けてたんで、はい、なので、まあ、それをこうせてしっかりノーマルタイプにも入ってたんじゃないかなっていう感じでございます。で、あとはですね、まあ、いろんなところから、まあ、ここ拡大計数機なんですけども、拡大計数機使ってる方いらっしゃったなっていう感じでございます。私はですね、いつになったらプラス域で終われるんでしょうね、はい、いつも来てるんですけどね、はい、頑張りますということでですね、また詳しいこと知りたい方ですね、まあ、おふみのレポート見ていただければと思いますので、ぜひともですね、おふみのアプリもダウンロードしていただけたらと思います。それだいぶ見やすいんでね、よろしくお願いします。じゃあ元気にさよならしましょう。お疲れ様でした。この番組が面白いと思った方、また見たいと思った方、ぜひともですね、チャンネル登録グッドボタンお願いします。